ただいまより映画大丈夫特別無定団の藤井聡志表現者クライテリオン編集長京都大学大学院教授をお迎えしてスペシャル定団というものを始めさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。今の話引き取ってそのままね2つ目のテーマにつなげたいんですけどそれは権力っていうものにつながっているかなと思うんですけども、はいはいはい、やっぱりその村上浪士も川口会長も権力っていうものに対してどちらかというと反権力につながっていく生き方をされてると思うんですけども、藤井教授はやっぱり安倍政権の時に内閣官房参与という立場で限りなく権力の中心に近い立場におられたと思うんですけども、そういう意味で宗教と権力、もっと言うと学問と権力、芸術と権力、そういった切り口でこの映画大丈夫っていうものを一つ切り込んでもらえたらなと、これ僕からのリクエストなんですけども、今の話ちょっとつながっていくんじゃないかなと思いまして、大丈夫を宗教と権力、もっと言うと芸術と権力、まあこの村上浪士、川口会長の生き方そのものが権力に対しては反権力になっていく生き方なんじゃないかなってふと思いましたので、じゃあ申し上げてよろしいですか。安倍内閣やら岸田内閣やらって何かっていうと、政治をやってはるわけですけど、政治っていうのは何かっていうと、もうこれ答えが一個もうポンとあるんですけど、善の拡大って言うんですね。善、いいグッドネス、いいものの拡大と言われるんですよ。で、じゃあ善ってなんやねんってなると、よくわからない。結局どっから善って決まるかっていうと、究極的に言って宗教でしかも決まらない。ですから政治で善の拡大といった瞬間に宗教なき政治というものは 100% エセなんです。祭りごとというのはもともとお祭りですから、何を祭るかというと奉ってるわけであって、何を奉ってるかというと神なんです。じゃあ神って何かってもうわからんわけですよ。そやけど、神がいるということを前提に、あるいは神がいるということを感じながら、そして自分がいかにつまらぬものなのか、ということも感じながら、で、先ほど僕、断りに近づいていくというような話申し上げましたですけど、ああいう心持ちでもって関わるものが善、神というもので、それを拡大するのが祭りごとなんですね。だから、今の権力、僕は官邸に6年間、おりましたんですけど、あの官邸の中に祭りごと、あるいは盾祭る、あるいは神、あるいは善、そのものがあるかというと、批判するわけではないですが、ほぼ感じることはない。したがって、今の祭りごとは単なるエセになりつつある。なりつつあるんですが、かといって、神がいないのかというと、そこまでいないわけでもない。とすると、政治というのは善の拡大だ。とすると、あの霞が関中田町、あるいは官邸における、神の領域を少しでも拡大していくということが政治の根幹であって、その根幹であるということを本能的に気づいている政治家がいるとすれば、この映画大丈夫を見て、そこの部分がふわっと活性化して、ふわっと熱を帯びて、水が、よどんでた水がふっと流れる。黙ってた鳥が泣き出す。そういうことが僕はあるんじゃないかと思いますから。それは日本的冷静ってそういったもの、鈴木大拙のそういったものにもつながっていくっていう、いやもちろんそうですね。それで不思議なもので、この村上浪士が言うてはった話で、そうやなと思ったのが、川口さんと今日初めてお目にかかって、で僕も50なの少し先輩です。43年生まれ、42年ですか。昭和、はい、60になりました。あ、もう60、すみません、失礼しました。すみません、ちょっと計算困ってます。70になりましたね。ちょっと待って、今日は42歳。あ、僕の後輩です。いや、そんなことないです。サンタに乗ったんですよ。毎日測ってもらって。脱線するんで楽しみください。それぞれ別々に生きてますやん、はい、別々に生きてますけど、それでも別々の人やと思って、もう全然赤の他人やというふうに、それぞれ思いながら御堂筋線乗ったりとかみんなしてると思うんですけど、実はこの村上さんの話聞いてますと、
ぐーっと深いところに行くと、なんか自分、藤井聡とか、名前が消えていく感じが、ちょっとどっかで言ってありますよね。なんかこう、あの内観の時なんですか、なんかこう、消えていって、なんかたどり着くと。そうなったら、たどり着いたところって、僕のイメージ、ちょっと火山ってありますやん、こうやって。いくつか。で、それぞれ別の火山や思ってますけど、で確かに別の火山に見えるんですけど、実はそれどっから来てるか言ったらマグマから来てる。と、でそこまで行ったら一緒のものなんですよ。だから、こう、そこまで行くと同じ気持ちやと思う。で、今ね、なんで僕これ言ってるかって、日本的冷静って、鈴木大拙っていう学者がね、大谷の学者がおって、で、この人が言ったのは、日本という星っちゅうか島っちゅうかにはいろんな火山があるけど、ぐーっと降りてった下にあるマグマがあって、それを日本的冷静や言わはったんですよ。で、それは、まあ、鈴木内説教授の話によると、鎌倉時代になんかできてきたんや。だからあの時いっぱいいろんな仏教できたんや。で、禅宗もそこで日本的に発展したんやと言うてはるわけですけど、そこっていうのは、普段だから、最後申し上げた御堂筋だとか思ったら忘れてるんですけど、この大丈夫見たら、そこがなんかこう、見えるというか、繋がってる感じがわかるというか。やっぱり一回そこに行ってからもう一回この火山に戻ってくると、見えるものが全然変わってくるんだと思うんで、それが村上老師という方が我々に与えていただいてる契機だし、それがこの大丈夫という映画、それから川口さんの魂、振る舞いなんかを通して我々にこう、言うてくれてもって。だから、綺麗になりますよね、心がね、見ると。そんな感じがします。藤井先生は、心理学の方、はい、学ばれて、スウェーデンの方で、確か。はい。はい。で、宗教との関わりって、藤井先生、これまで何かあられたんでしょうか？いや、特にはないですね。うん、まあ、でも、まあ、特にはないとは言いながら、まあ、うちには仏壇があって、朝夕、うちの祖母が、26年前に亡くなりましたけど、まあ、拝んでましたですね。で、近所には神社があるし、お地蔵さんがあるし、初詣は行くし、という日常感の中に、まあ、あるものに触れてたということです。なんかこう、意図的に何か宗教っていうのはないですけど、ね。映画にはちょっと入ってないんですけども、ある時、まあ、これは割と出会って、直後ぐらいの時だったと思うんですけど、命より大事なものを見つけることが人生の目的だということを、あれは、どういう場面で言ったのかちょっと覚えてないんですけど、音だけ拾って、言ったんですけど、結局、その、今先生おっしゃった神ということを、まあ、命という言葉で、どうしてもその言語にしなきゃいけないですからね。それで、その表現したと思うんですけども、まあ、自分自身も、最初に、言ったんですけども、いわゆる人間の生き死にっていうことに非常に不安もあり、その、探求心もあり、そういう中で、今回、この7年間で、感じたことは、まあ、命っていうのが、先生今、マグマと火山の、比喩されてましたけども、命って言うと大概自分の、その私なの私の、それぞれ名前が付けられていて、まあ名前もその、単に付けられただけであって、まあそれは死ねばこの戒名になってしまうわけですし、まあ確たるものではないわけですよね。で、それがその、自分のその名前に付けられた、その、この肉親っていうんですかね、この、骨と皮の中のであるものが命だと思っていると、まあ、それは本当に恐怖でしかない。それが朽ち果てた時には、その命がなくなる。だけど、よくよく、その、命より大切なものっていう老子がおっしゃってたことっていうのは、まあ、前例、公案って言葉がありますけども、命より大事なものなんかないだろうって僕は思ってたんですけど、結局、その、例えば自分の、その名前と、この骨と皮の中の命っていうものと、その辺で、日向ぼっこしてる猫の命っていうものは、まあ、同等だと。
何ら変わるものでもないですし、仮に自分が滅びて死んだとしても、まあ他の人間はいっぱい生きてる。猫も小鳥も他のものは一切それと関わりなく生きていってる。ですから命はあるわけで、そういうなんか気持ち、どうしているとそういう気持ちがちょっと出てきたことがあって、そういうその、まあ、ちょっと恐怖心が和らぐと言いますか、ある種のこう安らぎみたいなのを覚えた記憶がありますね。その命っていう意味で言うと、会長もずっとその命、生と死っていうものにずっと向き合ってこられた人生だと思うんですけども、言ってるのがやっぱりあのヤクザっていうのは片道切符だと、あの相手の事務所にいて書いてくれるかっていうのは相手が決めることだと、掛け合いの時に、ね、うんうん、その迫力、うん、帰りの切符持ってる思ったら迫力が出へん、うん、だからわしは今まで同業者いじめて今日まで生き続けて来てるからな。いじめて同業者いじめてそれしかしてへん。その代わりに弱い人はいじめてない。それからわしを調べた刑事部がんちこやと全部教えてくれたわけ。事件もう死んだけど、ね、その手紙は山田平さんに渡した。その掛け合い行くときにはもう命はもう捨てていくってことですか。命より大事なものっていうのがあるっていうような考えっていうことなんですよね。向こうに相手に片道帰りの切符もろてくるわけ、うん、捨てみていうことだ、ね、言うてみた、うん、それほどの気持ちでいかんことにはいいっていうこと、うん、せやから思ったことは全部頼むってしてきたと自由できると思う。お前ポロッとおっしゃってた若い頃、朝起きてまだ命があるっていうふうに思って生きてたって。そら子供からそんな気持ち持ってるもんはおれへんから、自分に言い聞かすわけ、うん、今日死んでもええと、舐められたら死んでもええという気持ちで尖ってたやんな。おそらくその感覚が禅宗の感覚と似てるんですよね。細いも道の細さから言うと。ああ私ね、あのね、はい、僧侶からね、はい、あの真弓が創設したな、その人から道っていうの、1センチの道でも歩けるやん、まともに歩ける、うん、10メーターの道でも横島に歩いたら踏み外すやん、みたいな、うん、いうようなことを教えてもらった。藤井先生も学問というので道を歩かれると思うんですけども、はい、やっぱりその藤井先生も僕から見ると細い道を歩いているように見えるんですけど、さっきの冒頭でわしより細いやつおったんや言うてて、あのセリフでサブボタったのが女の子供たちもですね、いやわし全然細ないからなと思いましたですね。それはやっぱりそらそうやと思いますわ。その鳥用中さんですよ、僕。そう、どこまで細いねん、みたいな。やっぱり藤井先生もその、化けとかを剥がしてるかって、そういうふうに気持ちになるときは、どうですか？いや、それはいつも、それ学者連中大体そうでございます。もう一つ、問いとして立てたいなと思ってるのが、この映画につきまとうんですけども、コンプライアンスの問題ですね。やはり今の時代、とても窮屈な、そういう意味で言うと、昔っていうのが、いつまでの昔を指すのとは別にして、例えば昭和の時代と比べて社会に対しての寛容さが失われて、そういった観点からこの対談を藤井先生が引き受けたっていう、引き受けてくださったってことは本当に奇跡のようなものだと思っておりまして、なんかコンプライアンスなんか問題ありましたっけ。なんかありましたっけ。特に今はございませんね。ですよね、ないですよね、まあ、その奇跡問題ね、はい、100メーターぐらいの道路でしょ。宮田先生水平線ずっともう道みたいなです。なんかそういった観点から一つ何か聞きたいけどなと思いまして、これ先ほどのちょっと僕
試されたわけですけども、プロタゴラスの話。あれで、まさか試しに来てると思ってへんかった。試しに来て、あ、バカだ。そうか、これ話されるんや。ここ話されるの。それで申し上げるとね、さっきの話のこと、クレター人の話やとか、裁判の話やっていうのと、コンプライアンスって全く同じもんなんですよね。そんな、ピーチク、パーチク、ピ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 ーチク言うてるのが、まああるわけじゃないですか。でも、ほんまはそれやなくて、それこそマグマもありゃ、鳥も飛んでりゃ、ほら、もう道もあったりするわけじゃないですか。だけど、まあちょっと、この世の中で、円滑に世の中、いろんな人を含めて生きていかなあかんから、最低限のルールとして、っていうか、暫定的なルールとして、コンプライアンスがあって、これはまあ守らなあかんわけですけど、これだけ守ってたら、我々の魂なり、マグマなり、あるいは鳥なりが喜ぶかって言ったら、もう全くそんなことないわけですよね。こんな、でもむしろこれやってる方が、鳥は死ぬ、マグマ枯れるいうことがあるわけで。で、これはこれで守らなあかんものやけども、でも、ほんまはちゃんとこに、ほんまもんの、ほんまもんがあるわけで。それなんなんやっちゅうのを考えるために道あるとるわけですから。コンプラだけやるっちゅうことで道あることを放棄しとるっちゅうことで、道が落ちとるやないか、お前っちゅう話に。なってるわけですから。でもだからといってコンプラ無視したらええということを僕は申し上げてるわけではないけれども、基本守るんやけど守りゃええっちもんやないということを分かった人間だけが昔は大人と言うたはずで、それが分からんコンプラだけ言ってるやつは黙るガキっていう話になってたんやと思いますね。この直近に言いますと、コロナの時にとてもそのやっぱり社会との摩擦っていうのがあられて、藤井先生の最前線で抗ってたっていうふうに僕は認識してるんですけども、コロナの時もやっぱり会長も実はね、コロナでいろいろ、当時の本家と言い合いになったっていう、うん、マスクについてですね。当初はマスクしとったけれども、いろんな知識、まあ、うちの娘なんかスウェーデンに住んでましてね、スウェーデンみたいなマスクしてへんでも。あ、満足して歩いてたら病気かって言われて、うん、で、年齢制限で80前の、うん、そういう年寄りのところが使うというあれだけやって規定やっただけらしい、うん、で、ノーベル賞の太田先生が NHK で言うたかな、集団感染で見たったの、それからマスクやつぶせられて、えらい利権からね、うん、で、本家の方でマスクしてたんで、うん、それから知識のない時には人に移したり移されてもいかんからマスクはしてた、うん、しかし不要やと思ったから製品になった、煙に巻いたわけですほんだら斧にポンと当たったわけ。村上老師は社会のその今がコロナであるとか、まあ、そういった社会との遭遇っていうのはあられたんですかね。多分なかったんじゃないですかね。当然マスクもしてませんでしたし、なかったね。コロナの話題が出たこともなかったですね。多分全く気にしてなかったんだと思うんですよね。知ってはいたと思うんですけど。知ってはいたけども、一応テレビもたまに行くと。ニュースなんか流れてたりしたんで、おそらく知っておいたと思うんですけど、なんか気にしなかった感じなんですね。そもそもこのコンプラの話ですけれど、そもそも今おっしゃったように、加藤さんおっしゃったように、スウェーデンやったらこんなやり方で、で日本やったらこんなやり方で、でまた、まあ、アメリカやったらとか、イギリスやったらとか、でそうやけど、まあまあ人種は少々違うと、いや同じ人間であって、それから、その、コンプライアンスって、ルールに対するコンプライアンスですから、ルールっていう言葉を使いますと、ルールのあり方は、ほぼほぼ同じ、猿のくせに僕ら、そのアウストラロピテクス、ホモサピエンス、ね、ホモサピエンスでほぼ一緒のくせに、勝手にそれぞれのエリアごとのルール決めとって、それがありやってなってるっていうことは、コンプライアンスが全てやと思うやつは、ありていに申し上げて、アホってことなんです。なんでかっていうと、そのルール決めてるのは、サイコロ振って決めてるところがあるわけやから、そのルールは決めたものは守らなあかんけれども、そのルールのあり方を考えることこそが人であって、そのルールのあり方を
いいとか悪いとか判断もせんし、変えようともせんやつはもう、猿以下ちゅうことですよ。だから、コンプライアンスは守らなあかんけども、コンプラだけ言うてるやつは猿以下やと、いうことになるんやと思いますよ。コンプラな。あの、ちょっと話変えてよ。ああ、はい。はい、もちろん。みんなちょっと、筋肉になってくる。あたたか。